こんばんは。女子シングル、紀平梨花ちゃんが試合に出られなくなってから、試合を見なくなってしまいました。花があって、技術力も高く、スケーティングも力強かったり、繊細だったり、すべてにおいて長けてる選手で応援をしています。怪我が完治し、また強い紀平選手が見たいです。なるほど。そっか。まあ確かにでも梨花ちゃん、あの時すごいやっぱり良かったからまさかね。 うん、で、なかなかこの飛骨骨折って長いんですよね。うん。来シーズン戻ってくるかどうか。何か、ね、知っている方いますかねキリラさんの情報。うーん。えー、さんどうもです。ディック・バトンさんは2回のオリンピックで初めて2個の金メダルを獲得しましたが、ネイサン・チェン選手は1回のオリンピックで初めて2個の金メダルを獲得する選手に、 なると見込み見込み見込みとなっています。ロシアのワリエワ選手の資格によってアメリカが金を獲得する見通したのため。 すでにゲットしている北京冬季五輪男子シングルの金メダルと合わせて、1回のオリンピックを獲得す、あ、回のオリンピックで2個の金メダルということになりますね。この回空に関しては、どちらもアメリカの選手が成し遂げたという異業になりますね。リック・バトンさんが評価するフィギュアスケートの演技はの基準は、演技がちゃんと劇場になっているかどうかだそうです。ただ単に難易度の高いジャンプを取ればいいわけではないそうです。この考え方は、羽生選手、 の演技とも共通しているんだと思います。機会があれば、対面でもリモートでもいいんで、ンバーを達成した選手同士の対談とかやってほしいですね。このお二人は実際に会話をしたらとても話が弾むというような気がします。はい、ということなんですね。そっか、ティックバトンさんは、えー、ちょネイサンチェーンはそっか、あのー、もし金になったら、1個のオリンピックで2個の金ってなるわけね。 まあでもこれはでもあれか。まあ最近だからね、あの、団体戦ができたのはね、そういうことなのか。なるほど。うん。で、羽生君とティックボトンさんの対談もいいかもしれませんね。なんか、どんな話をするのかな。うん。えー、というわけで以上です。